はいどうもアニマルアグリアンテナシランです。いやーたくさん生まれましたね。ちっちゃい子がもう歩き回ってかわいいですね。え、誰の何の子かわかんないって、あれ3ヶ月前ぐらいにお迎えしたのにな。一応動画を撮ったのにな。投稿はしてなかったですね。申し訳ないです。いやーなんかね、本当は投稿しようと動画撮ったんですけどね、いろいろと時間がなくてね、まあ言い訳にはなるんですけど投稿できずに、もう温めに温めまくったね、この子たちのネタが、子供が生まれるまで温まってしまったということで新たに撮り直してみましたね。この子たちはね、カラージャービルって言います。まあ、スナネズミですね。結構ね、ハムスターみたいな見た目のネズミで可愛らしいネズミなんですけど、この子たちね、ちょっとお迎えした時もね、投稿しようとした動画でもね言ってるんですけど、ちょっといただき物なんでね、あの購入した子たちというよりかは僕の知り合いにいただいた生き物です。まあね、その時はね、ウォルトディズニーからじゃないですよとかいう、なんかねちょっとバンギリギリのねネタを使いながら言ったんですけど、まあウォルトディズニーからではないのでご安心ください。ということでね、この子たちちょっとね、温めに温めまくった結果ね、こんなにも指甲が汚れてしまったんでね、今回掃除しながらね、この子たちの紹介していこうかなと思います。ということで早速、まあ掃除は結構軽くもうこっちがやるんでやっていきたいと思います。はい、ということでね、中身捨て終わりました。で、今回ね新たに投入する床材はですね、こちらのまあお得用の30リットル入った広葉樹マットですね。まあネズミなんでね、床材なんて正直何でもいいんで安いものを選びました。そのなんていうんですかね、結構どこでも生きていけるような子なので、なんてここはこだわりはないです。よいしょ。でね、まあこのケース自体はまだ洗ってないんですけど、まあ匂いがちょっとでも残ってる方がね、この子たちからして安心感は逆にあるんでね、洗わないです。本当にもっと汚くなってたら洗ってましたけど、だいぶ汚かったけど、結構ねカラージャービルって穴掘ったりするんでね、多めに入れといてあげたいなっていうちょっとした心意気、ちょっとした思いはあるのでね、まあ値段にはこだわらず量でこだわって今回はね行きたいと思います。よいしょ。こんなもんかな。もう一声。よいしょ。これほぐしたらね、結構いい量になると思うんで。よいしょ。よいしょ。いや、最近鼻水がやばいんですよ。ちょっと申し訳ないですけど。よいしょ。まあ、あとは勝手にほぐしてくれるでしょう。この子たちが。でね、カラージャービルって結構臆病な性格なんでね、シェルターがいるんですけど、前入れてたね、このコルクバーグ入れたいんですけどね、これねもっと大きかったんですよ。これぐらい、行き過ぎ、これぐらい、この一番でかいチョボのところぐらいまでの正方形、正長方形、四角形だったんですよ。でもこいつらね、噛む力強くてね、もうこんな形がいびつになってしまうほど噛んでね、しかもこれ2個入ってたんですけど、もう1個はもうおがくずとなってね、さっきの床材と混ざってましたね。噛む力は本当に強いです。なんでこれ何か分かんないですよ。このチョボ、このチョボもともとね回し車あったんですけどね、こいつら回さずに噛んで遊んで潰されたっていうオチですね。まあね、そんなに言っててもねあれなんで、早速この子たちね放っていきたいと思います。よいしょ。はい、どうぞどうぞ。新しいお家よ。
よいしょ。よいしょ。まあカラージャービルの説明というかちょっとねしていきたいと思うんですけどね。まあこの子たちね、中国とかモンゴルとかロシアの砂漠地帯に住んでる子たちなんで、結構アジアの砂漠に住んでるネズミですね。なんでね、結構水って少なめでいいんですよ。この水入れあるじゃないですか、これ結構ちっちゃいんですよ。カラージャービルとあれ比べても、まあこんなもん、カラージャービルサイズのこの水入れなんですけど、これね満タンに入れてあげると2週間ぐらい飲み切らないです。なかなか飲んでくれないです。でもこの子たちね、別にそこまで水が必要な子たちじゃないので、2週間これぐらい、2週間をねこのサイズで乗り切れるっていうか、このサイズしか必要ない子たちなので、ね、まあそこまで怖がるというか心配する必要はない子たちですね。でね、さっきも言ったように噛む力が強いんでね、結構いろんなもん噛み砕いて、噛み砕いたりするんでね、噛む力は強いです。まあ餌はねネズミとかと一緒で、このただのナッツ類とかをあげてます。ハムスターの餌ですね。こうやって結構食べてくれますよ。でね、まあこのカラージャービルも赤ちゃん生まれて多分もう何日かは経ってるんでね、歩き回ってますけど、全然まだまだ授乳期間なんで、ちっちゃい子たちです。まあそんな感じですかね。あんまりこの子たちに関してそこまで知識があるわけじゃないんで、まあある程度の知識、基礎知識ぐらいしかないんで、ちょっと喋ることは少ないですけど、まあこんな感じです。こんなに結構動き回るような子たちで、本当はね砂浴びとかするところ作った方がいいとは思うんですけどね、砂浴びするんで穴掘ったりするのも楽しんでるんで、でもちょっとねサイズ的にそれは叶わないかなと思うんですけど、まあ機会があればやってみたいと思います。ということでね、今回こんな感じで終わろうと思います。ちょっといなかった間に増えたものです。いなかったっていうか、その投稿してなかった間に増えたもの、赤ちゃんを含めです。ということでこんな感じで、動画終わりたいと思います。またね、この子たちね、まあどんどん増えていくとは思うんですけど、多分餌になるかな、増えすぎたら。なんでちょっと悲しいですけど、でも寿命はね、野生下では 2,3 ヶ月なんですけど、この飼育下ではね2年から5年ぐらいって書いてたか、生きるんでね、長生きさせれたらしたいですね。ということで今回こんな感じで終わろうと思います。チャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いいたします。それじゃあバイバーイ。はい、おまけなんですけど、こちら見てください。このハツカネズミたちのお家なんですけど、1匹だけ黒いのいませんか。アグーチカラーのやつ。実はね、さっき紹介してたねカラージャービルと一緒にね、このアグーチカラーのねハツカネズミもね、同じ人からいただいたんでね、今入れてるんですけど、まあなんで入れてるかっていうとね、この子がここに入ることによってね、この子多分女の子なんですけど、この子が産んだ子はね色付きになってしまうんでね、その色付きが結構ね、いろんな様々なカラーになるんでね、そのこの同じ色だけじゃなくて、なんかね白黒になったりね、なんか全然違う色になったりとかするらしいんで、ちょっとそれがね面白そうだなと思ったんでね、この子を一緒のケースに入れて繁殖させていきたいなと思ってます。まあ一回ね多分繁殖したらしいんですけど、僕が見てない時に、教育実習中にね友達が言ってたんですけど、多分その時にねこの子たち結構なんか
非常にストレスがあったのか、もしくはお腹が空いてたのか分かんないですけど、小食いしちゃったらしいんでね、また繁殖してもらうことを楽しみに、まあ、繁殖することが分かったんで楽しみに待っていきたいなと思います。ということでね、本当にこれで終わろうと思います。それじゃあバイバーイ。